やめろ。耐えれる。マジかよ、ブラッド。お前まで。許してくれ。許してくれ。鍵をかけやがった。なんとかして開けろ。こいつは俺が勝たせる。おい、やる気か。あの警官はどこだ。さあな、それより任務が先だ。情報が確かならバード博士はスターズオフィスに。ひっ捕まえてさっさと戻ろう。ひっ捕まえる。救助するんじゃないのか。カルロス、これ見てみろ。オフィスの場所が分かった。ここだ。いいか、バードはアンブレラ社の機密を握ってる。本人もただじゃ済まないと分かってるはずだ。なるほどな。だから救助じゃなくてひっ捕まえるのか。嫌な任務だな。シャッターを開ける。そこから行け。お前は警察署の現状を調べてくれ。ああ、何か分かったら呼ぶ。おい、気をつけろよ。ああ、お前もな。一体あれは何だ。ゾンビの仕業じゃない。ここから逃げたのか。タイレル、聞こえるか。ここには未知の何かがいる。強敵かもしれん。未知の何か。わかった、カメラで捜索してみる。気をつけろよ。そう慌てるな、順番だ。バード博士。やっとつながった。私が何回呼び出したか分かってるのか。もう心配ない、助けてやる。今どこだ。病院から出られないでいる。辺りは化け物ばかりで身動きができない。スターズをよこせ。出ないとどうにもならん。いや、警察は今それどころじゃない。なら何か策を考えろ。アンブレラが研究者を次々殺しているんだ。ゾンビ化を治療するワクチンの作り方を知っているのは私しかいない。選択肢は2つだ。そこで一人遊びするか、できるやつを送り込んでさっさと私をここから出せ。面白いやつだ。お前にはな。それよりバードだが、引き渡した後に消されるんじゃ。俺らはミッションで来てる。従うしかない。俺は PC でバードの居場所を調べてみる。少し時間がかかる。お前は使えるものがないか見てくれ。ああ、どうした。脱線した。怪我人は。ジュルか。おい、マジか。なんだって。ジル、ジル、何があった。ジル、答えろ。悪い、行かなきゃ。わかった、バードを任せろ。残ったのは私だけ。
カルロス、聞こえる？カルロス。最悪、通じない。奴はまだくたばってない。ここから逃げなきゃ。あいつも終わりね。カルロス、応答して。ああ、どうした？ダメだった。列車が脱線した。脱線した？怪我人は？みんな死んでしまった。ミハイルも全員よ。おい、マジか。ニコライに見殺しにされたのよ。なんだって？ちょっと嘘でしょ。生き返った！ジル、ジル、何があった？ジル、答えろ！やりましょう。受けて立つわ。止まれ！カルロス、聞こえる？ああ、もうこんな時に故障するなんて。勘弁してよ。なんとも興味深い。実にいい仕事をしてくれたよ、ミス・バレンタイン。ジル！おい、しっかりしろ。なんてこった。タイル、聞こえるか？どうした？ジルが感染した。今から病院に連れて行く。バードの力を借りるしかない。じゃあ、そこで合流だ。俺が治してやる。辛抱しろ。ジル、ワクチンを必ず手に入れる。すぐに良くなる。必ず。バード博士、いるか？救助に来た。ドアを開けてくれ。音声データと一致しません。音声認証？くだらない SF で必ず出てくるあれか。
私はナサニエル・バードだ。扉を開けてくれ、頼む。音声データと一致しません。開け、ゴマ。音声データと一致しません。なぜ博士のオフィスに軍事関係の書類があったのか知りたいだけです。私は誰だと。生命科学の権威ナサニエル・バードだぞ。私は君のように患者の下の世話だけしていればいい看護師とは違うんだ。上層部の人物とのコネがいくつもある。君には想像もつかん様々なプロジェクトについて軍から相談も持ち込まれる。だから余計な詮索をして私の時間を奪うな。はい、申し訳ありません博士。で、書類の中身は見ていないんだな。はい、言われた通りシュレッダーに。よし、ならばいい。じゃあさっさと患者のクソの始末に戻るんだな。それが君の仕事だろう。私の靴も磨いておけ。はい博士。ピカピカにするのが専門だろう。もう行け。このことは内密にしろ。おいおい、とんだゲス野郎だな。タイレル、バードは死んだ。撃たれてる。マジかよ、ワクチンは。今探してる。 PC があるはずだ、それで調べてみろ。ワクチン開発主任ナサニエル・バードだ。9月29日午後11時。私には時間がない、そう痛感している。これから私が話すことによって全てが白日のもとにさらされ、私の名誉が少しでも回復されることを願う。今この町を襲っている災害の原因は全て生物兵器である T ウイルスの漏洩にある。そのウイルスを作ったのは私の雇い主アンブレラ社だ。アンブレラは T ウイルスのワクチン開発を私に依頼した。この私のオフィスにサンプルが保管され、地下施設にも備蓄されている。だが上層部の連中は保身のため処分しようとしている。世間に知られたらまずいからだ。さらにウイルスの存在を示す証拠を全て消そうとしている。私はバカではない。私にも身の危険が。ジルは最初から分かってた。なのに俺を信じてくれた。くそ！待ってろよジル、少しの辛抱だ。タイレル、ワクチンを見つけた。よし、今そっちに向かってる。気をつけろ。気をつけろ。街の惨状を見てないのか。無事にたどり着けたら奇跡だ。ジル、もう大丈夫だ。頼む、聞いてくれよ。なんだタイレル、一体どうした。ラクーンシティに拡散するウイルスの封じ込めは不可能と判断しました。10月1日に巡航ミサイルでラクーンシティを爆破します。未感染だと判断する市民は直ちに脱出してください。これは試験放送ではありません。
繰り返します。1日しかないじゃないか。まだ生存者がいるんだぞ。政府が気にすると思うか。くそ、奴らが来た。ここにいろ、俺が片付ける。武器を調達しないと。外は敵がうじゃうじゃいる。奴らの侵入経路を断つ。窓のシャッターを下ろすぞ。どうやってやるんだ。病院のセキュリティシステムに侵入する。それまで持ちこたえてくれ。散々だ。だがとにかく終わった。今から戻る。ワクチンがしっかり効いてる。よかった。どこ行くんだ。やることがある。やることってなんだ。町はもうすぐ爆破される。お前は政府に連絡してくれ。ワクチンを見つけたって時間を稼げ。肝が座ってるな。ジル、よかった、無事か。いい知らせだ。全て終わった。町は安全だ。どこ？何が起きてるの？市民の皆様、ラクーンシティは数時間後にミサイルにより爆破されます。ミサイルはあらゆる生物、病原体を根絶します。誰一人生き残れません。10月1日。避難してください。これは嘘でしょ。そんなに経ってるの？直ちに避難してください。チャンネル登録、コメント、高評価していただけると励みになります。ご視聴ありがとうございました。